はいどうも皆さんこんにちは、私キノと申します。箱庭の眠りエピソード1、続きからやっていきましょう。さーて、ハトボッポじゃなくて鷹の姿になったルイくんと一緒に遺跡までやってきましたね。本当にポルクスちゃんいんのかな、ここに。あ、ここにはいないのか、この先か。行き止まり。さあどっちに行く。一応なんかこまめに鍵がかかってる。なるほど、ここでも結構じゃ謎解きがある感じかな。古成分わしさん読める？ああ、読めるぞ。まさか読めないのか。まあ、ちなみに鷹なんだけどね。うん、仕方ねえな、特別に読んでやるよ。ありがとう。ここは星渡りの遺跡。何時星渡りを行いたければ盾ごとを奏でろ。盾ごと。盾ごとってハープのことだよね。それを弾くの？さあ、楽器のことなんかわかんねえよ。え？ここ通ったことないの？あーた。幸福への選択は、核も険しい。だが不幸の選択は数知れず。どういうことでしょうか。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。通れない。こっちかな。あ、盾ごとだ。あるじゃん、入り口の石碑で言ってた盾ごと。ハープはこれのことか。だね、これを弾けばいいんだよね。お前弾けんのかよ。ポルクスに教えてもらったの。でもポルクスだな、このガキ。あれ？どうした？弦が足りない。足りない？これグランドハープっていう種類で、それの弦は47本。でもこれは46本、1本足りないんだ。はあ？たく使えねえな。楽器は悪くないよ。古くなって切れたんじゃなくてナイフで切った感じだ。ひどいな、一体誰が。その一本を補える何かを探さなきゃいけないのか。やっぱりおかしい、階段が現れてね。階段って？女神像の後ろに光る階段があったんだよ。それを渡った先にある部屋から星渡りができるんだ。それがないということはだ、星渡りができねえ。え？そんな困るよ、早く行かないといけないのに。まあ落ち着け、何かしらの仕掛けがあるはずだ。作動してないなら作動させればいいんだよ。とりあえずもっと探索してみたらどうだ。うん、わかった。おっしゃる通りで、まだ探索の途中なんで。ちなみにこの女神像は、特に何もないか。他の部屋、あれ戻ってきた。見た感じこれが仕掛けっぽいね。これ以外なかったしな。1階の石碑にも盾ごとを奏でろって書いてあったし、試しに弾いてみるか。え、でも弦が。いいから1回弾いてみろよ、案外いけたりするかもよ。ものは試しだね、やってみる。すごくない？突然周りのハーっていう音とかも入ってるけど、歌いながら弾いてんのかなこいつ。なんか太鼓とか出てきたけど、そろそろどうですか、階段とか出てきませんかね。まだ弾きますか。いいっすけど。何も起こらないよ。やっぱり弦は必要か。めんどくせえな。仕方ね、弦を探すか。でももう探し尽くしたよ。開かない部屋もあったけど鍵なんてどこにもなかった。じゃあ諦めるのか。それは確かに。なんかいる。あれって
飛んでいった光か。おい、何ぼーっとしてんだよ、早く追いかけろ。え、なんで僕が。なんで。俺は傭兵兼道案内、お前は光を探す、そういう条件だっただろうが。そうだけど。いいから早く行け、ノロマ。いやもう本当に光だけは探してほしい。何休憩してんだ、さっさと捕まえろ。待って、急に走ったから心臓が。あんな短距離走ったぐらいでなんてざまだよ、体力なさすぎだろ。いいから早く捕まえろ、ぼさっとしてんじゃねえぞ。捕まえ、あ、待って。おっと、は、マジかよ、ガキンチョ、そこ床ねえんだぞ。くそ、助けてくれんの、助けてくれんの。水、水の中、ダメだ、溺れる。あれ、なんだ、何か光って。ガキンチョ。あ、ガキ、大丈夫か。うん、大丈夫。まったくお前は、あのまま行けば落ちるって分かってただろう。なんで突っ込んだんだ。だって僕もう何もしないの嫌だったから。それに光、僕のせいで散らばっちゃったんだ。いや、だったらもう最初から協力的でいてほしかったわ。だから捕まえなきゃって思って。お前、何に縛られてるんだ。え、お前の言葉や行動の節々に不自然さがある。めっちゃ噛んだ。誰かに何かしねえとダメって思ってるような、何もしないことを恐れているような。違う、そんなことない。僕は誰かを通して自分を守っている。俺にはそれがまるで。違う、そんなんじゃない。悪い、変なこと言って。滝に落ちたのもせかした俺のせいでもある。すまなかった。え、まさか滝に突っ込むバカだとは思わなかった。謝るかけなすかどっちかにしてよ。僕もごめんなさい、助けてくれてありがとう。ふん、なんかいい感じになってんなこいつら。あ、そういえば水の中でこれを見つけたんだ。箱？うん、水の中に落ちてたの、開けてみる？開けてみっか。糸か。違う、これハープの弦だよ。あと紙になんか書いてる。あ、古成分。俺が読む。ありがとう、わしさん。だからわしじゃねえって。祀られし神は不幸を嫌う、奏でるは幸福。すべてのものにとって幸福になるには何が必要か、それを選択し奏でよ。すべてのものにとって、人間どもも星神も悪魔も天使もすべて含めてってことか。ご都合よく鍵も入ってるな。開かなかった部屋があったはずだ、そこの鍵かもしれん、しんねえな。行こう。ああ、あの、わしさん。あ、光、捕まえられなかったの、ごめんなさい。滝に落ちたんだ、捕まえられた方が奇跡だろ。この近くにいるんだ、焦る必要はねえよ。見つけたらよろしく頼む。え、うん。あんなに必死だったのに、わしさんっておかしな人だな。もう完全にわしから鷹に直す気ないね、この男の子、完全にね。まあ、とりあえずじゃあ開かずの部屋に行きますかね。なんか変なやつが出てきたりしなければいいんだけどね。お、宝箱。祀られし神は不幸を嫌う、奏でるは幸福。すべてのものにとって幸福になるには何が必要か、それを選択し奏でよ。
紙に書いてたのと一緒。3つの箱があるな。その中から1つ選べってことか。1つだけ。幸福には家族は必要？自分は必要？友は必要？どれ？家族、自分、友。幸福になるために必要なものか。ガキ、決まったか？全部なんじゃない？ガキンチョ？どれが正解なのかな？みんなが幸せになるためにはどれを選ぶのが必要、正解なんだろう。選択の神様が何を抜かしてんだよ。でもお前、いい子ちゃんになろうと必死だな。いい子ちゃん？幸せなんて人にとって様々、どれが正解か分かんねえのが当たり前だ。なのにいい子ちゃんぶってあれやこれや考えちゃってんだろ。すべてのものにとってっていう言葉にとらわれてな。難しく考えなくていいんじゃねえの？自分に置き換えて考えてみろ。お前なら何が必要だ？何が大切だ？僕は、これはとある偉人の言葉なんだが、世の中には幸福も不幸もない。ただ考え方でどうにでもなる。てなわけで、お前一人の選択でどうにかなるわけない。人それぞれの考え方でどっちかなんて決まるんだからよ。ありがとう、わしさん。悪魔のくせに優しいんだね。おぞましいこと言わないでくれ。でもありがとう。自分で考えてみるよ。ああ、頑張れよ、選択の星神様。家族、自分、とも。僕が選ぶのは、どれでもいいのかな。まあ家族かな。今回だって家族を欲してるんだもんね。どれでも正解なのかな、もはや。友かな。家族を手に入れた。それがお前の選んだやつか。やっぱり家族が、ポルクスが大事だから。今なんで言い直したんだ？そうか、それがお前の選択なら俺様は何も言わねえよ。よし、決まりだな。うん、早速行こう、ハープのところに。これによって楽譜が違うのか。もう他は開けられませんね。とりあえずじゃあハープのところに行って弾いてみればいいってことですね。間違ってたらどうなるんだ？よし、まずは弦を結び直して。チューニングは仕方ないから耳でやるか。すげえ、これでいけるはず。いくよ、わしさん。ああ、頼む。すげえ曲が変わった。ピアノとかも聞こえるけど、誰かが弾いてくれてんのかな。ちょっと和風感ありますね。今上から音が。行くぞ。階段出てきたかな、ついに。階段？階段？おお、すげえ。階段出てる。ナイスだが緊張。やったぜ。ここは星あたりの間、次の星へと向かいたいもの、魔法陣の上で祈れ。セーブしよう。よし、向かいます。ようやく行けるんだね。まさか星渡りだけでこんなに時間がかかるなんてな。でもこれで次の星、白陽宮へ行けるな。一歩前進ってわけだ。
そうだね、ようやく。ここで祈ればいいの？ああ、そうだ。白妖宮へ行きたいって祈れ。そうしたら、どうにかこうにかなって勝手に白妖宮に着くからな。どうにかこうにか。とりあえず、目をつむって祈ってみろ。うん。お、光！わしさんの光！わしさ、返してあげて。え？この光はルイにとって大切なものなの。なくなっちゃダメなものなの。だから返してあげて。え？うん、わかった。ありがとう。おとなしく捕まるんだ。ルイの光を手に入れた。あ、どうしたんだ？わしさん、光見つかったよ。ほんとか？うん、返すね。え、どうなんの？大丈夫？ああ。何か思い出したの？何か。また襲ってこないよな。ああ、思い出したよ。え？え？嘘嘘嘘嘘。そりゃそうだろ、首絞めてんだからよ。な、で、やっぱりお前を殺さなきゃいけねえみてえだ。あ、クックロビンは俺の憎むべき相手だ。絶対に殺す。殺してやる。すんな。じゃあお前を狙って総支給に来た。ここまでは思い出せたが、実に残念ながらお前がクックロビンだという確証はない。だから今はまだ殺さねえよ。今はな。それにお前には光を集めてもらわねえといなんねえしな。あ、一つじゃないんだね、こいつ。やっぱり危険だ。助けてくれたりしたけど、でも、こいつは、危険な悪魔なんだ。でも一緒に旅するんでしょ？どうした？早く行くぞ。もしかして、今のでちびったか？なんでも、ない。本当に、ついてきてもらってよかったのかな。なかなか悩ましいところですね、これは。お、なんだ？あ、久々のお客さんだ。楽しみだな。え、突然のセーブ。めっちゃ怖いんだけど、それ。うわ、いで。ただ。おい、死んでねえか？勝手に殺さないで。お尻痛いけど大丈夫？ここは、忘れんな、白妖宮だ。そうだ、白妖宮だったね。ということは白妖宮の星神が。ぼさっとすんな、早く行くぞ。ねえ、ここの星神に合わないの？会う必要があるのか？ここは通り過ぎるだけだぞ。でも早くポルクスに会いたいんだろ。だったらすぐにでも向かうべきだ。でもここに光があるかも。分かったよ。なんか来たー。モコモコの羊みたいなの来たー。あ、なんだこの羊。ようこそ白妖宮へ。めエメ、モコモコふわふわの動物が喋った。メイはハマル様の使い魔。
ここの案内羊だめ。ねえめえ、うるせえな。アマルってここの星神の名前か？そうだめ。めえたちはハマル様に会いに来ため。いや、俺らは王道十二級に。っておいガキ、なんでさっきから黙って。すごく可愛い。癒される。いきなり首を絞めてきたり理不尽に襲ってきたりとかしなさそう。モフモフ、ふわふわ、可愛いな。お前根に持つ方だな。ちょっとしたジョークなのによ。ジョークで首を絞めるやつなんかいないよ。あんたほんと嫌い。奇遇だな、俺も嫌い。もしハマル様に会うなら森を下に抜けて左にずっと進むめ。そうすればハマル様の屋敷と少し先に星渡りの遺跡が見えてくるめ。わかった、ありがとう羊さん。まあどうせじゃあ通り道ってことか。おい、わかってる、屋敷には行かないよ。なるほどね。じゃあとりあえずは下に進んでいけばいいのね。ここは可能性を司る白陽宮、星神ハマルの管理する星座宮。ほう、エモが一つ増えた。まあ、ここはまっすぐ下に行けばいい。お、黒い羊もいる。また羊かよ、俺たちは。あ、言わなくていいめ。めは分かっため。ハマル様の久々のお客様だめ。いや違うぞ、ハマル様寂しがりやめ。ぜひ会ってあげてほしいめ。おいガキ、行くんじゃねえぞ。言われなくても行かないよ。寂しがり屋だとなんかつい会っちゃったりなんかしたらなんか離れられなくなりそうですね。行かないでみたいな。あの羊さん、ここにある色とりどりの石って何？サンゴとその他もろもろですめ。だよな、なんでそんなのがここに？ハマル様は色鮮やかな可愛いものが好きなんですめ。だから人間界から拾ってきてここに置いてるんですめ。ここにずっといるメイたちのために置いてくれてるんですめ。そうなんだね、ハマルさんっていい神様なんだ。怖い感じじゃなさそうだ。置くにしてもなんでサンゴなんだよ。確かに牧草とかの方がよっぽど嬉しそうだよね。赤く染まってる、こんなの初めて見た、めっちゃ怖い。寝てる。お客様かめ。ああそうだ。あ、諦めた。ねえ羊さん、あの翌年時計なんで赤いの？はあ、最近になって突然赤くなったんだめ。それからというもののハマル様屋敷から出てこなくなっちゃっため。突然赤く？ハマル様会いたいめ。何があったんだろう。ということで行くんですね。あれ開かないだな。よし、さっさと行くぞ。うん、行っちゃっていいの？行っちゃっていいの？なんか待ってるけど。め、止まるめ。ここの道は使えないめよ。え、なんで？向こうで木が倒れてやがるな。俺は行けるが、お前が行けねえと意味ねえしな。どうしよう、これじゃあ王道十二級に行けない。めいたちは遺跡に行きたいのかめ。なら、ハマル様に頼めばいいめ。ハマルさんに？ハマル様は何でもしてくれるめよ。ここを開通させるのも楽勝だめ。ほんとかよ。ありがとう羊さん、行ってみるね。幸運を祈るめ。でも鍵閉まってたんですけど、会えます？会わせていただけます？大丈夫ですか？あ、開いてる。あれ、開いてるよ。誘われてるみてえだな。やめてよ。いや、だったら最初から開けてくれたってよかったじゃん。じゃん？怖っ。開いた？これはいよいよ誘われてんじゃねえの？行くしかないよね。そりゃあな。おー豪華。お邪魔します。あの、誰かいますか？
誰もいないな。羊さんたちは屋敷にいるって言ってたけど。お、あ、羊さん。こいつがまさかアマルさんじゃないよね。ちゃんと人間だよね、多分姿形は。めえ、お客様だめ、久々だめ。この羊ども一匹一匹うざくて疲れるな。あの、アマルさんに会えないかな。アマル様にめ。めえ、嬉しいめ。翌年時計が赤く染まった日からハマル様は部屋にこもりっきりで誰にも会わなかったのですめ。そんなハマル様にお客様、めえは嬉しいですめ。そんな大げさな。本当に何なんだこの羊。では案内しますめ。ハマル様は2階だめ。左の階段から行けるめ。案内するからついてくるめ。これで遺跡に行けるよね。さあな、とりあえず行ってみるか。うん。勝手についてってくれるのね。あれ、勝手についてってくれなかったわ。これで他の部屋を行ったりしたら、あ、すいません、ダメでした。行きまーす。抜かしていったりしてもいいんだ。抜かすのはありなのね。あれ。待たなきゃダメー。待ちます。ゆっくり待ちます。でもそろそろ、あれ、あ、びっくりした。ここがハマル様の部屋だめ。どうぞだめ。でも誰でも簡単に入れるんだね。すみません、あのハマルさんですよね。あら、意外と男の子かな。そうだよ。僕がこの星、白陽宮の星神のハマルだよ。はじめまして、小さなお客さん方。はじめまして。僕は双子宮の。え？双子宮は確かポルちゃん一人だけのはず。一人だけ？じー、あの、それは。なんだろう、隠し子的なやつなのかな。あ、わかった。君、ポルちゃんが言ってた兄弟のカストールくんだね。知ってるんかーい。え、うん、そうだよ。わあ、やっと会えたね。僕ずっと前から君に会いたかったんだ。ポルちゃんに言っても全然会わせてくれなかったもん。ポルちゃんもケチだよね。多分それはこいつがこんなんだからだろうな。なんで僕なんかに。なんでって、同じ王道十二門なら会いたいじゃん。当然でしょ。それに君は実にいい夢を持ってきそうだし、持ってそうだし。なになになに。え、うん、どうしたの今。なんか言った。うん、何も言ってないよ。空耳じゃない。そっか。ところでカストール君の横の鳥は誰。ペット。誰がペットだ。誰が。あれ、違うの。ちげえよ、俺はルイ、悪魔だ。悪魔。あ、そうだ、僕ら星神は悪魔を怖がってる。なのに僕ったら普通にわしさんも連れてきちゃった。あのハマルお兄さん、わしさんは悪魔だけど今はちょっと事情があって。それで。わあ、悪魔なんだ。すごい、初めて見た。ようこそ白陽宮へ。え、あ、おう。うん、杞憂だったみたい。まあ何もないけど、ゆっくりしてってね。なんか寂しがり屋っていう割には割と普通だな。お客さんゆっくりしてってね。何か聞きたいことがあればどうぞ。めっちゃある、白陽宮について。ここは王道十二門が一つ、可能性の白陽宮だよ。僕はここの星神のハマル。ここでは主に人間たちの可能性を管理しているのさ。さあ他には。ハマルについて。先ほどご紹介いたしました白陽宮のハマルです。大好きなのは人間たちの夢かな。無限の可能性があって大好き。嫌いなものは秘密だよ。怖、裏がありそう。
だいたいさ、こういうさ、にっこりした目の人ってなんか裏があんだよね。あの、たくさんいる羊さんたちは、ハマルお兄さんのお友達？いや、僕の羊たちだよ。羊だけにね。チーン。あ、ここは笑うべきとこ？あはは。うん、心の声と愛想笑いがダダ漏れだけど、お気遣いありがとうね。確かに、今のはいらなかったな。羊さんたちについて。あの、たくさんいる羊さんたちはハマルお兄さんのお友達？いや、僕の羊たちだよ、羊たちだよ。羊だけにね。あれ？これ聞いたっけ今。間違えたわ。サンゴは一体。あの大量のサンゴは何なの？ああ、あれ？あれは道に色味が足りなかったから、人間界からパチってきたんだ。パチる。彩り鮮やかでしょ。こいつ自体おかしいから、まあ妥当な理由だな。今すっごくバカにした顔をしてたよ、わしさん。お前も言うか。どうしても誰もたかって言ってくれない。その角は本物？いや、角型の耳当て。耳当てかよ。じゃあ、あと一つ、遺跡の道について。あの、ハマルお兄さん、ここに来たのはお願いがあって。ん？ポルちゃんが王道12級でカストール君を待ってる。それを迎えに行こうと星渡りをしているのか。でも、遺跡までの道が通れなくて困ってる。そういうことなんだね。じゃあ、僕はそれをどかせばいいんだね。楽勝だよ。ありがとう、ハマルお兄さん。いえいえ。そう簡単に行くのか？ただ、一つだけ条件がある。だよね。え？あれ？聞こえなかった？一つだけお願いがあるって言ったんだよ。お願い？いいけど、内容によるよ。大丈夫大丈夫、簡単なお願い事だよ。夢を見せてほしいの。夢？そう、夢。僕は夢が大好物なんだ。希望の夢、絶望の夢、生きる夢、死ぬ夢、どれも大好き。僕の宝物。その宝物の中に君の夢を加えたいの。会った記念にね。大丈夫、夢なんて一瞬さ。たったの数時間だけ付き合ってくれたらいい。一日とは言ってないし、夢を見るだけで君はポルちゃんを終えるんだよ。いい条件だと思うけどな。おいガキンチョ、乗るんじゃねえぞ。嫌な予感がする。ですよね。おい。わかった、夢ぐらいなら。はあ？お前正気かよ。こんなわけのわかんねえ、いかにもヤバそうなやつのお願い事を聞くって。いかにもヤバそうなのは、わしさんもだけどね。僕は、同族を信じる。さあ、どうなるんでしょうか。ああ、そうかよ。それがお前の選択なんだろ。なら、とやかく言わねえよ。いいんだね、カストールくん。うん。ありがとう、カストールくん。じゃあ、早速準備をしよう。準備って？その場に立ってるだけでいいよ。僕が魔法をかけたら、あとは一瞬さ。ハマルはカストールに手を向けた。じゃあ、行くよ。目を閉じていて。なんだ、この王冠。こいつ。俺と似た匂いがする。まさかこいつ。ガキンチョ、避けろ。え？これでルイが？わしさん。睡眠魔法か。まさかお前が邪魔するなんて。悪魔のくせに人間みたいな行動だね。胸クソ悪い。人間なんかに例えんな。俺は
昔から悪魔だ。ふーん、じゃあここで問題。これなんだ。え、光持ってる。それわしさんの。やめろ、その光は嫌いだ。こっちに近づけ。わしさん、わしさん、ねえわしさん起きてよ。ねえ、じゃあ返してあげる。いい夢見てね。うわー、入れられた。どうなるんだ。あ、マルお兄さん、わしさんに何したの。悪魔さんはね、今夢を見てるの。なかなか面白い夢を見てるね、悪魔のくせにさ。え、わしさん、あのわしさんを起こしてあげて。え、なんで。君の代わりにわしさんが夢を見せてくれた。条件は満たされたんだよ。だから道は通れるようにしてあげる。もう行っていいよ。え、それってわしさんを置いていけってこと。うん、そう言ったつもりだけど。何を驚いてるの。こいつは君を襲ったんでしょ。なんで助けようとするの。大体悪魔は僕ら星神にとって天敵のようなもの。事情はどうであれ、星神である君が悪魔といる必要はないんだよ。報道12級までは羊たちに案内させるよ。わしさんはどうなるの。そうだな、ある程度夢を絞り取ったら。絞り取る。殺すかな。え、このまま夢を見させ続けてもいずれは尽きる。その後は用なしだよ。君を殺そうとした報いさ。めっちゃ怖え、こいつ。殺す、そんな。さ、もう行きなよ。ね。え、めっちゃ怖いし追い出されたの。それではハマル様が言ったように、メイたちが報道12級に案内します。メイ羊さん、僕何も言わないでください。メイ、メイは何もできません。メイ、これが普通だったんだ。お客さんの夢をいつも食べてたんだ、あいつ。中には入らないでください。メイ、どうしたらいいんだ。どうしたら助けられるんだ。一旦セーブしよう。どうしたらよかったんだよ。とりあえず先に進むべき。他の部屋も行けない。行けない。ついていくか。ではガストール様、報道12級に行きますめ。ガストール様、どうされましため。あの悪魔のことですかめ。確かにわしさんは悪魔だし、僕を殺そうとしたし、怖いやつだよ。でも殺されるほどじゃない。僕を殺そうとしたのも、クックロビンに間違えたのも、きっと理由があって。それでも理由があったなら殺していいっていうのは間違ってますめ。まあ、だとしたらだとしたらあんたたちが仕えてる浜のハマルお兄ちゃんも同じことしてるけどね。なら今ハマルお兄さんがしようとしていることは何。羊さんたちの言うことが正しいなら、あれだって間違いじゃんか。でもガストール様はハマル様のことを信じるんですよね。え、ガストール様は言いましたね、同族を信じるって。聞いてたんかい。ああ、うわー、同族を信じるって言ってるわー。僕わしさんにひどいこと。ひどいことはありませんめ。ガストール様は星神、あの鳥は大嘘吐きで残忍な悪魔。当たり前のことを言っただけですめ。大嘘吐きで残忍。
そうですね。違う。目？殺そうとしてきたり、首を絞めてきた時は本当に怖かった。けど、あの黒いやつから助けてくれた。楽譜を選ぶ時も助言をしてくれた。なのに、僕は。ガストール様、変なことは考えないでくださいめ。ハマル様は正しいんですめ。そのハマル様を信じたガストール様も正しいんですめ。ダメだよ。やっぱり間違ってるよ。イエーイ。第2章。トロイメライ。無双曲。始まりますね。早くハマルお兄さんのところに行かないと。じゃなきゃわしさんが。はい、ということで、じゃあセーブをしておいて今回はここまでにいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。